テンパった時。どうもこんにちは、篠原です。今回はテスト受けてる時にテンパった、焦った時にどう振ればいいのかということについて話したいと思います。テスト中にテンパった、焦った時にどう振ればいいのかということですね。で、この対処法なんですけど4ステップあるんです。テストとかね、入試って結構テンパるんです、焦るんです、やべえ分からねえどうしようみたいな風に焦ることって結構あります。で、この時にこの4ステップ知ってると、まあ最低限に食い止めることができるんですね。最低限傷を浅くできる、その方法なんで、この動画はしっかり聞いてほしいなという風に思います。まず1つ目なんですけど、1分捨ててください。自分がテンパったな、焦ったなって思ったら、そこから1分捨てるんです。1分捨てて以下言うことちょっとやってみてください。で、試験時間って60分とかあるんですよ。60分間のうちの1分を捨てるっていうことです。かっこよく言うと、肉を切らせて骨を断つ戦略っていうことですね。いわばポケモンでもらい火属性のポケモンを置いておいて攻撃させて、自分のポケモンは倒れるけど相手に火傷を負わせるみたいな、なんかかえって分かりにくくなったような説明しましたけど、そんな感じでまず1分捨てましょう。次に1分捨てたら何をするか、この1分捨てるぞと思った時に、まずは深呼吸してみてください。1分捨てた、よし、この1分、ここから1分捨てるぞと思った。で、そこで息を吸って吐いて、ちょっと心臓を落ち着けると。で、心臓を落ち着けた後、その次3つ目です。深呼吸が終わったら、ちょっと周りをキョロキョロっと見ていってほしいんです。他の周りの連中を見てほしいんです、キョロキョロって。で、それで周りの連中がじゃあ頑張れてるかどうかっていうのをちょっと見てほしいんですね。あんまりやりすぎるとカンニングになるんで、ちょっとだけですよ、ちょっとだけチラチラっと見てほしい。で、チラチラっと見たら、周りの連中っておそらくできてないんです。みんなテンパってるんですよ。だって問題が難しいんだから、問題が難しいから焦ってるわけですよね。どうしようどうしようってなってるんですよね。だから周りをちょっと見てほしいんです。で、この時に、あ、俺できないけど周りもできてねえなって思うんです。俺がこの問題解けないんだったら、どうせ他のやつも解けねえよって思うんですね。開き直るんです。俺この問題解けねえけど他のやつもどうせ解けないでしょっていう風に開き直ってください。どうせ周りもできてないんですよ。どうせ周りもできてないから、まあ多分自分もできない、これは仕方ないんだっていう風に思ってください。で、思った後何をするかっていうと、他の問題を解くんですね。ゆっくりと、英語の単語、テスト音を、このくらいの英単語、わかるよね？今回の英単語は、こちら。正解発表。ねえねえ、わかった？ちゃんとわかった？ねえねえ、ねえねえ、ねえねえ、わかるよね？わかったよね？他の問題、解けそうなやつから解いていくんです。解けそうなやつを解いて得た10点も、超難問をなんとか頑張って解いた10点も同じ10点です。だから他の問題を解いて、とにかく合計点を上げる試みをしてみてください。はい、これがテスト中、テンパった時の対処法なんですね。まず、あ、やばい、俺焦ってるなって思ったら1分間捨ててください。そこから1分間はもう仕事というかテスト解かないって決めるんです。で、1分間解かないって決めたら、1回深呼吸して吸って吐いて、で、周りをキョロキョロっと見るんです。周りキョロキョロっと見たら、自分と大差ない連中がブラーっといるはずなんですよ。で、自分と大差ない連中もどうせ、わかんねえってなってると思うんですね。で、この時に思ってほしい、俺が解けないなら他のやつも解けないさって開き直るんです。で、開き直った後、他の問題を解く、取れそうなやつから点を取って、これが大事かなというふうに思います。はい、ということで今回テスト中テンパった時の対処法4つのステップについて話しました。今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。麻雀やってる人はわかるかもしれませんけど、上がる一歩前テンパイ振るっていうでしょ。あのテンパイ振るっていうところからこのテンパったって来てるらしいんですよ。テンパイ振るとなんかこう気分が高ぶってきて、で、興奮してくるから焦ってきて、で、この言葉になったというふうに言われてるそうです。嘘か本当かは知りません。でもまあ
多分ね、そうじゃないかなって思いますね。実際テンパイするとちょっと焦りません？なんかリーチかけてたらもうしょうがない、引くだけなんでしょうがないですけど、そのリーチかけてない状況だと結構ね焦りますよね。どっち切ろうみたいなのね。まあ麻雀やってない人からしたら何のことやろっていうふうに思うかもしれませんけど、最後になりますが、僕にとって一番モチベーションになってるのが視聴者さんの反応なんですね。いいこと悪いことをどんなことでもいいので下のコメント欄にコメントしてくれたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。あとツイッターも気軽にフォローしてください。今後もこういう勉強に役立つ情報どんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。今回の動画も見てくれてありがとうございました。よかったら関連動画もよろしくです。現在成績を上げる冊子をプレゼント中。動画概要欄の URL から僕に教えてもいいメールアドレスを教えてください。ではまた次回会いましょう。